とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備を使っていきたいと思います。この装備です。フルメタルアーマーです。すっごい惜しいやつなのよ。すっごい惜しい。エンチャントが、ポーションバリアでしょ？で、クールダウン。ここが微妙なんだよね。まあ、最後の叫び入れとくかっていう感じかな。で、黄金がアーティファクトシナジーです。ここのね、無防がここにあってくれればよかったのよ。無防かクールダウン。どっちかがこっちだったら、まさに探してるやつなんだけどね。ちょっと残念です。でもまあ、クールダウンとポーションバリア、そしてシナジーがついてるので、かなり使いやすいやつとは思います。重力がいいのかな？まあまあいいや、こう入れなくていいや。うん、とりあえずこの3つでやっていきましょう。装備、武器は何しようか。星夜ぐらいで今日は行きましょうかね。今日は星夜で行ってみましょう。それでは行ってみましょう。デイリーさんのモブ速度が 30% 増加。で、雲ですね。で、こっちが成長をつけてるっていうやつか。なるほど。まあまあ、どんな感じになるか行ってみましょう。うわ、雲嫌いだわー、やっぱり。うん。星夜はね、攻撃力も上がって、あ、星夜じゃないや。フルメタル。攻撃力も上がって、耐久力も抜群にあるので、どうだろうね。まあまあ、ポーションバリアを無限に使っていくっていうのは、若干難しいと思うんだけども、まあ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 、いけるんじゃない？うん。耐久力とかもあるし、攻撃力も抜群にあるんで、問題ないと思うんだけどね。まあまあ、嫌いなエンチャントは、あるっちゃあるんだけども、まあ、大丈夫でしょう。ちょっと星夜が厳しいっていう時には、途中で装備を変えていきますね。いや、大丈夫だな。うん。全然いけそう。やっぱ耐久力違うね。35% 軽減して、それにプラスで、30% のダメージ回避がついてるよね。うん。だから、かなり耐久力は高いはず。まあまあ、この、ローリングの時間が倍になるっていうのは、ちょっとね、問題だけども、そんなに使わないしね。うん、羽でぴょんぴょんするだけなんで、そこは大丈夫でしょう。今回の、ここはどうだろう。キャプテンいてくれるかな。キャプテンはね、比較的居やすい場所だと思うんだけども、結構めんどくさいところにいることもある。できれば洞窟内とかね、そういうところにはいないでほしいな。洞窟内にいたりするとね、ほんとめんどくさいのよ。あの洞窟長いからさ。いや、敵多いな。今回のパワーぐらい多いな、ほんとに。じゃあまあ矢は全然問題なく、集まっていってるので大丈夫でしょう。うわぁ、やっぱり洞窟がある。洞窟あるよ。はい。まあ、とりあえず中にも潜って、キャプテン探しながら行きます。お、キャプテンいた。あー、落ちる。危ねえ。おぉ、なんで9300万とか与えてんの？わかんない。なんか知らんけど、1億近いダメージが出たぞ。まあまあ、多分、今のが、フルダメージなんだろうね。すごくない？星寄るってそんな火力あった？あ、そうかそうか。振り下ろしは、全部機中一番のダメージか。おー、それにしてもすごかったな。いや、キャプテンいないな。もう中間地点まで来たんですけど、キャプテンが、ちょっといないな。ちょっと待って、鬱陶しい、ここ。やばい。クールダウンじゃない。ポーションバリアが。切れちゃったなぁ。いや、ここ鬱陶しい。オッケー。ちょ、雲の防護がいるとね、なかなか進みにくい。
あと霊気嫌いだわ、めんどくさい。ちょっと待って、あぶねえ、やばい、あー使いそびれた。オッケーオッケー、行こう行こう。クリーパーのさ防護も硬い硬い。よし、この先か、あ、違うな。このエリアにね、キャプテンがいることもあるんだけども、どうだろうかね。危ねえ。危ねえ。再生付き。なかなかエグいやつが出てくるよ。オッケー。トゲか。トゲはやめてくれ。オッケー。いた。あと、ここと、あと2箇所意外とあるな。で、あれだね、やっぱヘルスシナジーが優秀。263の防具になると、1回使うだけで10万回復するのよね。10万、でかいよ。ゴリゴリ回復していくんで、生存率抜群。あとは、こっちか。で、そのまんま、下に行きゃいいってこと？ああ、オッケーね。いや、いなかったなぁ。嫌だなぁ。できれば、キャプテンがね、仕事体は欲しいとこなのよ。ちょっと待って、霊気いるっしょ。霊気うっとうしいから、先に倒しておきたい。よし。どこ？ジオマンサーもいる。まず霊気から倒させて。ジオマンサーが多分どっか隠れ、あ、いた！おぉ！ちょっと待って！オッケー。オッケー、いいよ。おぉ、勝って！はいはい。もう矢は必要ないけども、一応出れば取っていきましょうか。じゃあ。いいね。やっぱこれぐらい敵がね、出てきてくれた方がやりやすい。あんま出すぎると死ぬけどね。出すぎると死ぬんだけど。ああ、捕まるな。よし。捕まっちゃうよ。オーケー、この先はいるのかい。やっべ、やば、あぶね。こう後ろに下がりながら回復もできるからいいよね。頼む、キャプテンいてくれ。いた、てくれた。ちょっと待って、霊気がいるわ。霊気変更、ちょっと戦いにくい。しゃ、戦いにくい。ちょっと待って、旗取らして。神秘なんだ、モブダメージ 150% そうか。いきまーす。おいおいおい、あ、減る減る、アホほど減るね、本当に。はい、ということで、戻ってきました。今日はこれ、フルメタルアーマー使ってみましたね。攻撃力も 30% 上がって、さらに、35% のダメージ減少、30% のダメージ回避、これがついてるやつです。かなり良かったね。エンチャントが、クールダウン、ポーションバリア、そして、ヘルスシナジーです。ベストだったね。ヘルスシナジーが、やっぱりすごい。この263の装備になると、一回回避、回避じゃないな、この羽でピョンってするごとに、10万 HP 回復します。まあ、さらに言うと、途中でドラとか、このキノコが入った時は、20万、30万と一気に回復していくので、ほぼ死なない装備ですね。まあ、これでも死ぬ時は死ぬんですけどね。
うん、まあなかなか素晴らしいやつでした。ちょっと惜しいんだけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。